ウェルカムバックトゥー天地創造。歯を磨いたばっかりだから。みー、クリーンな実況になるかもしれない、今日は。人さらいな。勝手に入ってこれ。全くクリーンじゃねえ。ダークすぎる。もう全く歓迎されてないぞ。どうすればいいんだって。みー、ダメよ。みー。俺はここに行けばいいのか。うちの旦那に言っておくれ。そんな奴はいない。勝てないでくれ。必要なものはないよ。メホ様から。ほう。よしいいぞ。前の壺を超えると言っていたな。しっかりと覚えてこい。西に向かっていく。三つの岩。南。西、南。北西。ほう。西、南、北西、北ね。オッケー。待って、これ忘れるよ、俺も。早くしないでな。早く行かなければな、俺は。そうしなければ、このクリアな状況が、もうすべてもう、グゲーみたいな感じになるかもしれない。そう、迷いの砂漠どこなんだ、一体。出て、行こうか。忘れてよ。西だっけ？なぜ西に？西。オッケー、オッケー、オッケー。来た。いや、まだだろ。まだのはず。そっからの大丈夫か、なんか。俺は同じとこずっと行ってるんじゃないか。じゃあ、北西行ってみるか。この北西だ。そうすれば俺はいずれたどり着く。いや、西に行ったら抜けてしまったんだけど。いや、でも抜けたらいけないんじゃないの。いや、でもなんか変なやつ使うよ。いや、でも俺変な身体力来てしまったんだけど。シャレ神戸がいるって書いてあったよな、なんか。バルカン半島。え、これって違くね。いや、ちゃんとやろう。ちゃんと行こうぜ。ちゃんと一個一個やっていかないと。ちょっとわけやろ。やっぱちゃんと取りでいかないと。ちょっとわけわかんない。大丈夫だ。あ、だ西に行くと越えられるんだ。なるほど。あれやばい。どういうこと？やっちまったこれは。まだやってしまったようだな。人の話をちゃんと聞きなさいということで。人の話はちゃんと最後までちゃんときちんと聞くことっていうことがあるな。ダンジョンの気分ではないんだがまだ。ここに行ってみよう。まあ、いろいろあるな。お、え、あ、スタート来れた。城がある。え、どういうこと？え、これ村？ルワールの村。なんだ、白い風が来た。なんだこいつ。邪気か、お前は。白い風じゃないのか。黒い風が鳴き始めた。早とじりして。泥棒さんの名前なんですね。へぇ。あ、なるほど。白で捕まったという話を聞いて。なんかいろんなあれだね。なんかいろんなのが混じってるな。話っつうか、なんか。面白い話が。のんべぬるい。てる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 。村があるってことは邪魔だ。あ、キングだ。まあ、まず村からだ。とりあえずは。何事を村から散らしていくって話。なんか動物たちの世界観だったのに、今度なんか人間が出てくるみたいな。マッツ。あれ？え、違う？うん。座んねん。お、やった。てれてれてれ。大丈夫か？ちっとも売れないけどね。食べるために絵を描いてるわけじゃない。描くことが生きることなんだ。なるほどね。どうね、その絵はあるんで。いいと思うよ。あんたね、好きだよ。なんていい日なんだ。よかったよかった。これで下手に自信が、本当は才能がないのになんか下手に自信が出てしまって、なんかそれでなんかそのままずっと絵を描いてしまってみたいな。まあいいや。いいのか。そしてそのままなんか、のたれ死んでしまうんだよ。そういう、そうなってしまったらまたちょっとなんかあれだな。それはそれで嫌な未来だな。なんだ。ノルフェスター。恐ろしい幽霊。ただまず手前のやつやってねえぞ、これ。
こんな姿なんでしょ、待って。助けてよ、ガイチーンみたいな感じか。なるほど、そういう感じになっちゃうね。恐ろしい穴だな。ペー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 、無事に帰れるんだ。ペンギン食えるわけでもないしな。いいよ、じゃあ買えばいいんだろ。ほら、これで無事に帰れねえ。そうだ、ケチ、当たり前だ。さあ、開幕ってどうするの。人がめっちゃいっぱいあるぞ。小汚いやつ、何それ。恥をかけにくいもんだ。税金で、税金でやってる。おふれ、どのおふれ。不敵なお城に盗みの入り兵によってついに捕まる。見づらいな、ちょっと。話させることができたものには、へえ、結婚許可する。面白いな。クロワッサン。なんでこんないっぱいあるんだ、なんか。なんか、売ろうとする輩が大量にいるな。これ大丈夫か、なんか。よろずやか。こっちのよっぽど重要だ、俺にとっては。ててててもう知りません。いくらと思ってんの。3つ。あ、黒くなってんじゃん。今、黒く表示されたの、今。だこれだったら買えるけど、これは買えないみたいな。ちょっともうややこしいな。若干。青銅の槍、青銅の槍あったよな、そういえば。銀の槍。なんか買っとくかも。やってもそうはないだろ。鎖片びら、持ってないよね。いや、買うわ。お金は使うもんだよ。必要な時は使わなきゃ。自分の投資のためにだったら使うべきだよ。遊びとか全然使ってねえな、ほんと。なんか、全くなんか。俺も自分のためになんか投資をするべきだと思うな。前だろ。4しか上がんないのか。まだいいだろ。ペーペーペー。ペー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 。なんかやりにくいんだよな。なんか座りにくいというか。こんなのも上がる。やった。でも属性がある方が強いんじゃない、もしかしたら。俺はそんな予感がする。なんだこいつ。個数。光のリング。なんかいっぱいあるな。でも36個持ってんの。稲妻、あ、ちょ、いろいろあるな。見た方がいいよ。ダメージを与える。打てるようになる。ラー。いっぱいあるな。まあ、まだいいだろう。こういうの集めてから考えよう。ディ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 。もうどうやって稼いしてんのかも。お、占いの山だ。ヒヒヒ。占ってやろう。占ってくれ。犬に要注意、ラッキーアイテム増え。森の中にあるぜ。また森かよ。結局森の中に行けと思ったら。要するにそういうことだ。あ、でもこれもしかしたら定期的に訪れればなんかあれなんじゃない、もしかしたら。あれに なるみたいな、なんか。ケインズ。丸。発展数 0%? あ、そんなのあんの？発展数とかそういう要素があるわけ。おーい。やめてくれ。ぼったくりじゃないか、完全に。どんだけで。金がなくなるぞ、マジで。やめとけよ、お前。こういうのは。はいはい。払ったってね、しとくか、じゃ。少しから負けてよ。メロカゲなんだ。やばいぞ、これ。お待ち！お。なんだ、すごいな、どんどん変な、いろんなやつ出てくるな。命の邪魔しないと。めっそうもない。余興の一つでして。よく宣伝しておいたやろ。それは、はい。大丈夫だ。ありがとうよ。どっか会ったことあるような気がする。ほう。城に行けるってこと？俺はまだなんか手前のとこ行ってないの俺。でもまあそこの手前のとこ行っていいんだ。まだ行かなくていいんだったらまああれだけど。まあ止まっていくか、とりあえずは。なんなんだあいつは。すました顔しやがって。もう一回止まろう。とりあえず開口する。やったー！トゥ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 。
こいつはどこでも寝れるからな。俺は羨ましいよ、このなんか。俺もこの豪胆な性格になれて、俺も。羨ましいしょうがない。眠り薬。マッシュの森。あ、それ持ってこいってあれ。旦那さんにやれて鹿なんかやっただけね。悪く思わないでね。本当は私も浮気なんかするつもりじゃなかったの。ごめんね。でもなんかどうしてもなんかね、お酒がね、酔っ払われるで、ウェイ。パチン!意外じゃない!張り上がねえよ。何言ってんだ俺は。この村広くねえかなんか。広すぎだろ。でもこれもう一日経ったから城入るんだ。まあいいや、城入るんだ、城入ってみるわ。ソロを見てみたいぞ。ティ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 。物乞い。へえ。あ、そう。まあ別にいいけど。お。あれを漏らしたらガイア幻想ゲルなんかずっと働き続けるみたいな。なんか虚しいわ。なるほどね。ほう。あ、作ってもらえばいいんじゃないですか。なんか。なるほど。こいつはいいこと言ってるな。なんか。まあそういうもん、でもそういうもんかもしれないな。本当なんか生きるってことはなんか。やりたくないことをなんかずっとやり続けるのがなんか。やりたくないことと自分のやりたいことのなんかその妥協点みたいなの探していくのが難しいあれだね。本当にやりたいことをできるならその実力を何かを犠牲にしなきゃいけない。本当に自分のやりたいことのお金であったりとか、そのなんか時間であったりとか、安定だったりとか、いろいろあるよね。何言ってるかよくわかんない。そうか、大丈夫だ。俺も何言ってるかわかんない。俺と友達になれるかもしれない。忘れた方が幸せなこともございます。なるほど。深いこと言ってるんだ、なかなか。なかなか面白いだぞ。やっぱそういうね、年上の人の話は聞いた方がいいよ、なんか。自分の知らない世界があるからな。自分の知らないことをいっぱい教えてくれるからな。まあそれは別にあれだけど、まあ、年上って限りないけど、まあそれはそれなんつうの、誰に対してもそうだけど。よし、城に行くぞ。ペッ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 。お、開いてる。じゃあ先にここのイベントやっちゃおうかな。男女の気分じゃないから。俺は見張りだ。俺は見張りだ。俺はリア充その1だ。俺は非リア充その2だ。みたいな感じがなんか。まあこういうのは正面じゃないんで、裏から行くんで。お。口の開けなのにいいことに。やたらなこと言いなさい。どんな馬の骨が重くさんの、うん、どこぞの馬の骨に白出すと思える。何かあるんや。ああ、え人がいるわみたいな、そんな感じが。くそー、なんだよ。おー、なんか見たかったのに。畜生め。みなしご。あ、そうなの。許せ。話してくれなくなっちゃった。お話しするな。優しいな。壺で作るのか。かっぱらっていくか。じゃあ、コロナいくつか。お、いいものあるじゃないか。プライムブルー。ででででーん。いろんな情報があるな。みなしごじゃないとかな。あ、みなしごとかなんかさ。私と付き合ってくださいとかな。私と付き合ってください。なるほど。いいセリフだな、それはな。高校ぐらいになったら聞けるのがそういうセリフは。なんだ、俺は見張りだ。こっか。じゃあまだあれだ。俺はここに行かなきゃいけない。そういう青春って言うよね。なんかあれ、これ正面あれだな。あれ、これどこ。わけわかんねえぞ。あれ、これどこ。これどっから来た。もういいよ、もう仕方ない。ここ行ったらもうおとなしく、もう正面から行こう。兵士の部屋、ストークホルム。お、結構広いな。ここも広いぞ。上で、なんだ
白風を捕まえたのさ。飛びかかったね。おでこの傷、格闘なってさ。え？俺の強さを思い返してるところだよ。自慢話をする人はなんかあれだよ。自慢話となんだっけ、愚痴と、みたいな、なんか。やっちゃいけないことみたいな。やっちゃいけないとか、まあ別にやってもいいんだろうけど、まあ。怖がるね、話をしてもいいよ。まあどうなんだろうね、難しいよ、それは難しい話だよな。長さは何とも言えないですよ。あ、いっちゃった。あげてしまった。怖いしな。水が流れているぞ。全部あげてください。嫌がらせとして、なんか。俺は罰を受けてしまうかもしれない。でもしかしたらこれが後々のイベントに。録画できてなかったわ。録画できてなかったっていうか、録画できたけど、なんかファイルがぶっ壊れてましたみたいな、そういう感じのなんか。お、図書室。いい図書室ですね。立派な図書室だと思ってさ。物を見る目がある。いいだろう。素晴らしいだろう。だそのぶっ壊れたファイルを読み込んで、さらにそれをさらに録画したっていう、ちょっとなんか、荒技を使った。守りの鈴ならものにしたことで変わった。ほう。成功を遂げた。ひどく落胆される。処刑されたらすげえな。めちゃくちゃな話だな。侵入者の記録。白い風と名乗る盗賊が変に取り寄せる。ああ。黄金の像を狙っていたわよ。俺も黄金の像欲しいな、それ。狼の群れがはびこるようになった。森に人間立ち入らなくなったためだよな。犬笛を使いこなし時代に犬を操ったという。犬笛と、守りの鈴と、なんかまあいろいろあるな。そっちの娘の養女について。その記憶を一部失い言葉を失っている。しばらくの時間が必要とされる。いや、これ絶対あれだろ。え、これあれでしょ、だって。記憶を一部失い言葉を失っている。え、王様のその、なんかその、なんか言ったじゃないか、その、あれが。喋れないみたいな、なんか。完全にそれじゃん。そんなもの、絶対やべえじゃん、そんなもん置いたら、なんかもう。ここに、この大地に。あれ撤去したまえです、絶対に。なんか入れてもらえない、そうなの。入れてくれないのか。ここ帰れ、帰らんねえよ、帰ったまるか。俺はまだここを全部見なければならない。なるほど。一体我々はどこに行けばいい、どこに行けばいいというのだ。ででロワールじゃ、一回。ロワールじゃ、ルワールだ。ここ ?Hello。お客様の部屋。上の階、入り口に兵士。上の階、今上の階来たぞ、俺。髪の長すぎる男性はお泊まりになった。相談なさっていたけど、プリンスなのかしら。プリンス。俺はプリンスになりたい。俺はプリンスになれれば、もしかしたら世界を変えることができるかもしれない。と思ってるやからいっぱいいるんじゃないのか。ここじゃないのか。あれ、どこ行ってんの、これ。てほら、見張りだ。あ、ここ行ってないわけですよ。ここ行ってねえわ。説明するからこちらに来い。説明会か。そうだ。かわいいの。それはもちろん。余計なこと言わんでいい。みんな聞かないまで待つように。分かって。いいな。右を見たら分かるのか。お前から見て右に行ったんだ、俺は。まったく。まあ、普通そうだけど。お、イケメンがやつじゃねえか。頑張るぞこういうやつはいっぱいいるんだな。なんで。力では誰にも負けん。力だけだな。諦めろ、お前は。俺期待しちゃうよ。坊や。かわいいもんだな。いいこと教えといてやるよ。力も顔も頭も不足してるってね。完璧だと言うのか。そんなところだな。そんなに怖い顔するな。まずまず顔が崩れるぞ。ロイド。クソ野郎だな、ただね。出る幕はないかもしれない。あ、そう。まあ、勝手にやってくれ、なんか。黄色の通路終わった。駅を行うぞ、よっとぜ。順番関係ねえな、なんか。無駄な努力になるかもしれない。なんだろう、スネ夫みたいな。スネ夫より性格悪い。視線もするんじゃない、何なんかいろいろできるパターンもさせて。こっち来て、こっち。いける、やったぜ。控えの間。いいね。もらってこうぜ、椅子とかなんか。売っ払えば安くな、結構売れるかもしれん。お。恐ろしいね。
ったよ、このなんかいろんな世界観がいろいろ目まぐるしく変わってなんか面白いな、なんか天地創造なんか。俺が動物と戯れてた時、こんなことになると誰が予想してたのか。ああ、あいつがいる。あの、助けてくれたやつなんか。王様だろ？じゃあまたこっちやな。かわいそうな方だ。力になってさせないでくれ。お。エル王女。エル？王様の話変わるの忘れちゃった。エルってあれ？一番最初のところなんか。どういうことなの一体。おい、はいはい。心の病のため人と言葉を交わすことができるならない。なるほど、そんな抱きしめまくればいいんだ。そんな分かって、そうそうな、分かるわけなくないですよ。なので何がかかったらっつってもな、手がかりがなすすぎだぞ、いくらなんでも。城のもの。なるほどね。え、また城のやつに話しかけんの。お、まだ言うぞ、イケメンが。お、イケメン。残念だったな。わからんな。こんぐらいか？まあ、森はまあ、行くべきなんだろうけど。どうなんだ？わからんわ。一緒にいろいろ話聞いてみたけど、まあ、とりあえず森に行けって話だろ。その前に俺とここが気になるからちょっと行くわ。てれてれてれ、登れない、登って。お、なんかこういうとこ見ると懐かしいな。なんかライオンまで思い出すよ、あいつとの冒険を。あれもなんか遠い昔の話のように感じるわ。なんかもうすでにてれてれて、降りれないんだけど、俺はハマってしまった。てれてれてれて、どうすっかな。森っか。じゃあそのわけなあかんねん、森でやるに行くか。じゃてってーてってってー、どこにあるの。来た。お、なんか怪しいじゃん。お、なんかあるぞ、ここに。ん、モリーの声。アキラ様に怪しいだよ、ここは。何でも知っている、モリーじいさんだ。マッシュのモリー、キノコ入っておっての。ほうほうほう。キノコ見つけるか。あ、でもそれキノコ探してる人いたよね、そういえば。キノコ見つけようじゃ。で、あ、ほんとだ、森がある。おお。え、これダンジョンかな。木の陰にある。あ、なんか、なんか障害物があるような気がする。俺の気のせいか。違うか。あ、普通にこうい、ああ、なるほど。俺の気のせいだ。こういうとこだろ。あ、あった。これじゃないの。神秘の記憶本か。こういうとこじゃないの。俺の気がせいか。てれてて、あ、まだ続くね。あ、続かね。あ、ここそんな広くないぞ、ここ。多分ここだけで完結するわ。え、どこにある。ちょ、連打しまくるか。じゃあこのエリアのどっかにある。てやっぱここでか、ここの隣が怪しいんだよな、こういうでかいところ。全然あるぞ。おっ !500 ジェム。ほんとにこれだけ？こんな狭すぎじゃないの？ここはいけないの？あ、いけんじゃん。いけねえわ。なんだよそれ。え？はぁ、キノコあるっつったよね。おっ！ん？これは？これじゃね？これじゃね？やった！キゴデルだ！やったぜ！よしいいぞ。あれ止まったかと思った。これでまあ一応じゃあ役割果たしたか。じゃあこれであの村に行けばいいな。なんかいたじゃん。てってーてってってー、なんかあのあれよ、なんか欲しがってるやついたじゃん。のんべえのるいの家、あれここい。あ、聞きたい。あれ俺こう来てないよね、本当か。いいよ、心が広いんだ。悪い男なんだよ、嫌気がさしちまってな。村人が俺とのせいで殺された。守りの鈴なんか王様を渡したせいで。ああ。
ペインからやってきた男から手に入れたのさ。あ、舐め直さなくて済んだ。ほう。収まってるかもしれないが。からかってやる。なんだって。どんだけ気に入ってるんだよ。あれ、こいつじゃなかったっけ。はいはい。君は持ってるよ。はい。わあ、お、来た。そうだぞ。分かったよ。譲ってあげよう。優しいな。時間がかかる。どのぐらい待てばいいの。一回出るかじゃあ。なんか悪のこの性格いいな、なんか。俺って優しいからな、みたいな。こういう性格羨ましいわ。自信がとてつもなく、自信でみなぎってるっていうのか。てれてれれん。そういう人はそういう人はまた別の悩みを抱えてるのかもしれないけどな。どうですか。お。眠れます。鍋にでも入れれば全員が眠ってしまう特別なやつですか。お城の鍋。あ、お城の鍋にいねんの。あー。なんか言ったな、そういえば、なんか触るな、みたいな感じで、なんか。言ったやつ。え、大丈夫これ。まあいいや、やっちゃえ。やっちゃえ、やっちゃえ。もうなんか、前出したらまあ、とてつもないルートに入るかもしれないけど。さあ、来たぞ。あいつが横を向いてる間に。ふっ。あれ？ダメか。どうすればいい？いた！いた！ほほほ。え、これどうなんのこれ。やばくね？やばい。やばいぞ。え？え？ほほほ。どうなる？どうなる？寝てる！お！やった！え、これどうすんだよ。それはいいんだけどさ。俺どうすればいいの？え、全員寝てんの？お。寝てる。寝てるぞ。大丈夫かこれ。起きたやついるだろ。あいつはなんかあの変な、いけすかないやつとかなんか。あそこら辺ちょっと怖いよね。おお。こいつ起きたのか。飯を食ってないのか。なんでこいつだけこんななんか独特の曲が流れんだよ。嫌われてるみたいだね。まるで背中だらぜ。てててて。お。通れない。道が塞がれている。ててててそれなんか変な、あいついたよな、なんかあの、牢獄に入れられたやつ。あれはどうなんだろう。ててててこっちじゃないの？あ、いたわ。眠っちまいやがった。はいはい。まあいいや。まあやってしまえ。あ、本当に白い風なんだ、こいつは。じゃあまあ大丈夫だな。てれててんでん。まあいいだろう。さあ行くぞ。ガチャっと。ほい。おっさん。ああ。おそのような置物の後ろに、ほう。あばよ、お、やった。大丈夫。一生忘れないで、わかった。一生、俺のこと一生忘れるな。忘れるんじゃないぞ。これから何があっても。ディ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 。まあ、ちょっと怖いけどね。怖すぎだろ、だって。これからだと王様の部屋、あれしろって探索するんでしょ。絶対やばい。あれ、ここしかなくね？ここだよね。これどうすんの？押せんのかよ。押せてしまうのね。なるほど。あ。王様の部屋か。置物の後ろね。あ、これ完全にやばいだろ。侵入だよ。ああ。あ、別にいいよね。やめろ。ああ。まあ、いっか。たまにはこう嫌がらせするのもいいかもしんね。寝るときになんか、キャーみたいな感じで、なんか、ベッドの中にこの流す。いろんなものが転がってるみたいな。それでその衝撃がもしかしたらなんか声を発するようになるかもね。俺は知っている。俺は知っているぞ。置物どれだ、これか。イエーイ。やったぜ。しかし起きたらやばいぞ。早く行かないとやべ。
これがこんなところにあるなんて絶対起きてるだろう。だってこれを、お、まあ、俺の鈴、あ、じゃあこれで、まあ、とりあえずこれでじゃあ森に行けってことか。侵入者だー、デレデレデレみたいな、来るか、そういう展開来るかもしれんな。さあどうなる。あ、大丈夫だ、とりあえず戻しておこう。押せない、諦めよう、大丈夫だ。こう起きてね、こいつ。やばい、うさあもう行こう、もう行くしかないだろ。もう証拠も何もないうちにも我々も行くしかない。怖え、もう何が起こるか分からんぞ、ここから。でで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 でんが来るかもしれん。これでなんか欲が出てきて、なんかさらになんかもっといろんな財宝をちょっと奪っちまうぜみたいな、そういうことになるともうおしまいなんだよな。最低限で終わらせるのが一番いい。よし何ここ、てってんてん、ビレネの関所、ビネガーみたいな。ベレベン、ほう、スペイン、へえ、恐ろしいままが取り付いている。なんかいろんなところでなんかいろんなあれだな、話がなんか展開されてるな。てってくてってってん、じゃあ森行っか。じゃあそして何が待っているのか。ファインドアウト。ネクスタイム。そっちは See you。どこ？ここ？あ、ここっぽいな。やべ！まだな。